どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダーエグゼイドデラックスデンジャラスゾンビガシャット&バグスターバックルの方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。では開けます。中身を開けるとこのようになっております。デラックスデンジャラスゾンビガシャット本体とバックルパーツがそれぞれありますね。ではまずバックルパーツの方から見ていきましょう。全体このようになっております。ではベルトの方を作っていきましょう。こちらのベルトですね、 L と書かれてますけども、この左側の穴の部分に通していきます。そして R と書かれたベルトの部分を右側の穴に通していきます。はい、そして通しましたらこちらの突起部分と穴部分を合わせてセットします。あとは後ろ側にある突起部分と穴部分をセットします。セットしましたら左側にあるこのベルト止めですね、これを中に入れていきます。これでベルトバックル部分が完成いたしました。全体を見るとこのような感じです。そしてこちらのベルトバックル、別売りのガシャコンバグバイザーにセットすることができます。このバグバイザーの後ろに両穴がございますので、このベルトバックルの突起部分にセットすれば、これでデラックスバグルドライバーが完成いたしました。続いてデラックスデンジャラスゾンビガシャットの方を見ていきましょう。全体このようになっております。では続いてパッケージ A の方を見ていきましょう。一番上は GD と書かれております。その下にはゾンビがたくさん描かれておりますね。そしてその下はデンジャラスゾンビと書かれております。その下おなじみのアイコンマークが5つと数字が描かれております。デンシータの裏側のデザインはこのようになっております。真ん中には仮面ライダーゲームゾンビゲーマーが描かれておりますね。では絶縁シートの方を抜いて音声の方を確認しましょう。では音声の方を確認していきます。まずは単体音声ですね。こちらの黒いボタンを押すと単体音声が3種類ございます。では実際に聞いてみましょう。電子板の裏側を光らせるとこのような感じです。ではデンジャラスゾンビの変身音の方を確認していきましょう。こちらのガシャコンバグバイザー、そしてバグスターバクルが必要になります。この2つを使ってバグルドライバーにして、デンジャラスゾンビガシャットを中に入れて、こちらの赤いボタンを押せば仮面ライダーゲームゾンビゲーマーレベル10になります。では変身音の方鳴らしていきましょう。まずガシャコンバグバイザーの電源をオンにします。そしてバグスターバックルにガシャコンバグバイザーをセットします。はい、すると待機音が鳴ります。待機音が鳴っている間にデンジャラスゾンビガシャットを中にセットします。そして赤いボタンを押せば、続いて必殺音声の方を確認していきたいと思います。 AB ボタンを同時押すると必殺待機音が鳴ります。必殺待機音が鳴っている間に A ボタンもしくは B ボタンを押すと必殺音が鳴ります。必殺音はすべて2種類ございます。では実際に確認していきましょう。
ちなみに必殺音声に関してはガシャットとの連動音声はございませんのでご注意ください。ではバグドライバーの方を取り外していきましょう。まずこちらの黒いボタンを押し続けてガシャットの方を引き抜きます。引き抜いた後はバグドライバーの一番下にある両方のボタンがございますので、これを押し続けながら引っ張るとこのように取り外すことが可能です。ではせっかくなので改めて音声の方を聞いてみましょう。今度はガシャットが抜いてある状態の音声の方も確認しますので実際にお聞きください。では続いてデラックスゲーマードライバーとの連動音声の方を確認しましょう。まずはレベル1。続いてレベル2。続いてレベル10。では続いてプルトマイティアクション X ガシャットと組み合わせた音声の方をお聞きください。続いてキミアザスロットホルダーとの連動音声。続いて武器必殺音声の方を確認しましょう。では最後にデンジャラスゾンビガシャットに隠された音声の方をお聞きください。以上で仮面ライダーエグゼイドデラックスデンジャラスゾンビガシャット&バックスターバックルの方をご紹介いたしました。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。